2021年、横浜プロレス祭開催のことについての会見を、行わさせていただきたいと思います。2006年の、赤レンガ倉庫で、当時シュープロ参考さんでですね行いました。はい、横浜プロレス祭、数えて15年目と、なります。今年もですね、場所を横浜ラジアントに変えて随分としますが、ラジアントホールで9月3日から5日、開催をさせていただきます。初っ端ということなので気合い入ってます。5月なので何も決まってないに決まってるじゃないですか。はい、なので一つ言えることは、その時私が、IC クロスインフィニティのチャンピオンであるということです。以上。はい、選手代表らしてもらってます、ジョアキラです。そうですね、すごい伝統のある大会っていうのは僕も知ってるんで、まあ、これに参加できたっていうことは、まあ、素直に嬉しいんで、まあ、それと同時に僕らみたいなね、身内はまだ弱小中の弱小なんで、そこが出て大丈夫なのかっていうのが、まあ、正直なところですけど、まあ、それを覆すようなそれこそアイスさんやアットレスさん、フリーダムさんもこのすごい3つの団体に、遅れを取らないように頑張っていこうかなっていうのが、意気込みですね。なのでよろしくお願いします。今回この大会に参加させていただくことができ、本当にすごく嬉しく思っております。前回参戦させていただいた時に、本当に横浜プロレス祭りという祭りの言葉だけあって、いつものアクトレスの大会とは違ったマッチメイクになっておりまして、多分それを選手もみんな楽しみにしてると思いますので、カラーズ大会は私がいつもカードを考えておりまして、私がここに座らせて記者会見に参加させてもらったからには、この大会は私がカードを全部考えたいと思います。このアクトレスの大会、はい、横浜プロレス祭り、お祭りのカードで皆さんに楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。今回ピースパーティープロデューサーになっての初のビッグマッチとなります。他の団体にはないならではのフレッシュな若さな戦いをお見せしたいと思うので、おじさんおばさんたちには負けません。よろしくお願いします。言われてるそう。今年15年目ですかね。一番最初が2006年ってことは、その時まだ私ね、フリーアンズ旗揚げ前、アパッチプロレスに所属の時だと思うんですけど、この横浜プロレス祭りと名の付くものは、赤レンガであろうが、ラジアントであろうが、私全てに出ております。はい、アパッチプロレス軍所属であったり、あと、まあ、大日本プロレスに参戦する形であったり、フリーアムズが旗揚げしてからであったり、全てに、おいて全て参戦してますので、まあいわばミスター横浜プロレス祭り、はい、これを名乗らせていただきます。なので、まあ、このね、今年、2021年の横浜プロレス祭り、まあ、5月なんでね、何にも決まってないですけど、ぶっちゃけ何にも決まってないですけど、とりあえず決まってるのは、横浜プロレス祭り自体の主役は俺だってことです。はい、なので今年は全部、まあ、うちのフリーダムズが大取りを取りますけれども、私が全部美味しいところをいただきます。はい、なのでマスコミの皆さんもそのつもりで、ぜひ連日取材にいらしてください。今年はもう横浜プロレス祭り全部フリーダムズ、そして佐々木隆が持っていきます。よろしくお願いします。横浜、ミスター横浜プロレス祭り、そうなの、そうなの、全部出ればいいじゃないですか。それはまた話が変わってくるな。ほら、横浜プロレス祭り、ミスター横浜プロレス祭り、ミスター横浜プロレス祭りだけでも、よ、何前線出ます？前線だけど、こんな、なんかおじさん、おばさんとかにはないフレッシュなって言われちゃったら、いいよ、ミスターいいんじゃないですか。いいの？いいよ。すいません、ちょっとうちはミックスとマッチが禁止な選手が多く、じゃレフリーだ、レフリー、あ、レフリーだ、レフリー、あ、それ昔高橋の手の無駄遣いでやったやつだ。特別レフリーじゃやってください。それか消毒、リング消毒、あ、リング消毒もやってください。雑用じゃねえかよそれ。ただのミスター横浜プロレスパーだよ。ミスターどころか一番ペイペイがやってたじゃないか、それは。レフリーをぜひリングの上に一緒に上がっていただくためには、ちょっと選手としてはちょっとご遠慮させていただく部分が、ちょっとミスったかな。あ、やりちゃったけど、
じゃあ、今回ですね、今まで、スタンドラリーだとか、そういった共通スタッフを行っていたんですが、このコロナ禍の中で打席数の減少などもあるので、各団体、料金に関してもそれぞれまちまちという形と、なっております。ちょっと資料に書いてありますが、共通スタッフなどが、今現状では考えられてないんですが、とりあえず佐々木隆選手の無断使いを各団体がするということだけ。しまったちょっと待ってください。でもせっかくこうやってね、いろんな団体が集まってやるのに、横浜プロレス祭りで何もやらないってなんかつまんなくないですか。ちょっと寂しいです ね, ね, そうね。その僕がその前線はちょっととりあえず一旦置いといて、前線消毒は置いといて、前線消毒、間違った試合でもない。でも 何かちょっとやっぱやりたいくないですか。なんかね、せっかくのこのラジアントでみんなでやるっていうこのコラボ感も何かなんかないですか。マスコミ皆さんも初参戦の、あ、そうだ、初参戦ね、そうそう、俺ですか。なんか共通してやること、そうですね、わかんないですね。まあちょっとすいません、今僕の男子プロレスの先輩がこんな雑な扱いをまず受けてるっていうこの現状に、僕はこの横浜プロレスのね、毎年いやもう、鈴木さんやります？消毒一緒に。消毒やりますか。お前と、はい、が悪いなお前、うるせえよ。いいじゃないですか、一緒に消毒やりましょうよ。なんか俺がやりたいみたいになっちゃってるけど、俺はちょっとまあそれはまた話が違うけど、やりたいだろう。そうじゃん、そうじゃん、それがやばいでしょ。まあ なんかね、なんかやれることなんかないですかね。なんかないかな。佐々木さん、ほら今せっかくこの、ね、そうセンターいるから、すごいです、横浜プロレス祭りの センターですからね、今、はい、普通めっちゃ派手だし ね, ね。でもせっかくそのアストレスが女優さんが揃っているので、なんかなんか何でしょうか、この6大会で全部つながるお話とかできたらいいですね。つながるお話、はい、お、私女優用発言ですよ。私は女優じゃないんですけど、あと20人ほど女優が構えているので、はい、女優だったり声優だったり何かなんかつながっていきたいですね。見てる、全部見て楽しめるように各団体のなんか試合前とかに、別にうちの試合前とかに、うちもう何ならもっさいいかつい男たちと、あと唯一いる女子が山下里奈が出るぐらいなんで、可愛らしさとか花とか一切ないんで、可愛いです。そこでなんかじゃあやってください。なんかそういう、あ、私女優的ななんか、はい、あ、じゃあ山下さんもそのもっさい方たちもなんかお芝居をしてください。俺らも入るの。違うんです。つくしゅうのすごい演技上手なんで、はい、ダンスとか超得意なんで、まあ、ダンスも上手です。ダンスもミュージカルできます。歌も、はい、何自らミュージカルできます。それピースパだけでやってみて、なんかいい、え、みんなで、はい、それで例年なんか誰かが全部の大会で試合をするとか、はい、ありましたね。ありましたけど、で今回は各団体の選抜メンバーないし、各その大会のメンバー、はい、で各大会にそれぞれ舞台みたいな、芝居みたいなものになって、そっかだって女優さんじゃないんですか。女優です。女優さんでしょ。ほら何やってるんですか、マスカワさん。女優さんの演技見たいです。女優さんの演技が見たいです。プロレス化したい。女優さんの演技がお芝居できる人、僕舞台やったことありますけど、正直あるんですけど、チンピラ2っていう役でした、ね、完全に。で、チンピラ役としてからの役に入る。それしかできないなっていうのは自分の中で思ってて。演技いらねえじゃねえかよ。ちょっと、なんかそのままみたいですけどね。今回はじゃあ、ちょっとまたそういった思考を変えた試合じゃない、思考を変えた共通スタッフみたいなのを、そこなどをちょっと進めながら。なんかありますか、じゃあそういうの。進めながら。やっていければ。はい。はい、いや、じゃあ、脚本とかどうするんですか。脚本とかそれされたんですけど、カザイさんのことだよ。カザイさん、カザイさん、うちのですか。はい、いや、お前らみん
で血まみれされるよ。それでよければですね。課題純脚本の現段脚本のさものが6大会通して見るとフリーダムで完結するような。わーすげえ。なかなかのハードルの高さですね。それをじゃあ舞台としてスキットとしてもいいし、結果的にはじゃあ相手の第1試合がその第1話だったり、いいじゃないですか、いいじゃないですか。で、一番最後のフリーランスで完結するみたいな。それはじゃあ考えていただいて。考えていただいて。はい。お願いします。マジか。お願いします。じゃあそんなような、ちょっと新しい企画になるかと思いますが、はい。で、もし、脚本とかいろいろできなかったら、この話はなかったかもで。きれいに記録から消してください。はい、そんな形で。それで、質問各団体とありましたら、出ますか。今、共通のお話されてましたけど、まだ先だし、何も決まってない中ではあるけども、うちの団体はこういうことをやりたい。実現したくてもいいので、こんなことを見せたい、こんな試合を見せたい。はい。お願いします。はい、うちはですね、プロレスサークルのエキシビジョンマッチをやりたいです。そこからまたデビュー戦、デビューしたい子を発掘してプロにさせる、それが横浜プロレス祭りです。以上。はい、はい、自分今日このベルトを取ったばかりなんですけど、ピースパーティーで防衛戦をやりたいなと思っております。はい、やりたいこと、はい、はい、ここ結構多分フリーダムズかなりチェックされてると思うんで、その中で今までちょっと探り探りな試合をやってきたので、本当そのこっからここ超えたら 100% 怒られるっていう境界線をこの横浜プレス祭りで見出したいです。見出したいです。はい、今後のこともあるし、皆さんにご迷惑かかるといけないので、そのギリギリの境界線、触れる触れないぐらいの境界線を見出したいです。かなり目つけられそう。はい。はい、ありがとうございます。土下座つきます。はい。お祭りといえばわっしょいわっしょいで、うちには林家由美というお祭り娘がいるので、ここで勝手に私が全カードをマッチメイクするっていうことを言ってしまったからには、林家由美 B 期のカードにしたいと思います。お楽しみに。そうですね、うちのアルバリブレっていうのは対戦カードを発表しない、選手は出る選手を発表するんですけど、対戦カードを発表して入場して初めて赤コーナーと青コーナーが分かるっていうシステムやって、まあ正直これで集客もやべえんじゃねえかなってやってたんですけど、まあ、ぶっちゃけ赤になったことは一回もないんで、はい、それでも。なんでね、やりたいっていうことは、全試合シングルマッチっていうのをやってみたいなって思うんで、はい、それをちょっとやりたいなと思います。はい、お願いします。今ここでね、上がった話で、まだ何も全く白紙でございます。こういう話をしてるって、かなり楽しみだね。はい、あとで僕が怒られます。土下座つきます。コロナ禍に負けずに、横浜プロレスに絶対乗り上げるぞ。ああ。